で、正正面側から、ね、行きましょうね。9600の正面側といえば左側です。動輪4つね、動輪4つなんで9600型ですね。モンテツデフ、モンテツデフでした。モンテツデフでした。49627ね。動輪は、動輪は錆びてませんけど、車体は錆びてんな。立ち入り禁止ね。で、レンダー、レンダーは、持ち替え物用の車体、カッコカコで、日本国有鉄道ね。カッコカコですよ、カッコカコね。連結器もちょっとガッチリ連結されてて、よし、ちょっと早めとりあえず全体図ね、全体図幕は入れて急行ですね。6号車急行、6号車ワックスの匂いもするんです ね多分最近多分ワックスがされたものだと思います。死んでしょ、死んで。ナハネフ22の1000番台なんでね、まあ12系連結を考えたやつですね。で、西鹿児島。急行ね、このね、この風景だけど私好きだし、とりあえず開放テコもついてますね。開放テコ20系客車って開放テコ下からなのか、ふむふむ、これ下側か、ナハネフ22もそのようなね、向き的にはですね、逆かな。こっちもね、すごいな、F20 の線なのってね。で、蒸気機関車の裏側ですね、裏面で、この辺ベッド置いてたまえてます。で、ここトイレ、お便所同盟ですね。で、蒸気機関車の裏側行きますよ、裏側ね、裏側行きます。裏面あそこはね、乗車体験の時用なんでしょうね。ちょっと頭が、いやー、でもこっちもますます悲しい。うわー、これはちゃんとね、正式な車輪の向きですね。まあ、こんなところで終わりましょうかね。こんな感じでした。モンテツデフはかっこいい。終わります。ポチッとな。